初めての DVD ファーストですね。なんとファーストです。はい、いつ頃どこで撮りましたか？2月頃にタイのパタヤで撮らせていただきました。なんかずっとグルビアをやりたかったので、いろんな人のを見てたので、なんか初めてと思えないと言っていただきました。動きは実は名前が違ってみたそれはないです。それはないですね、はい、気品、上品さの中にあるエロスみたいな感じを出させていただきました。エロはエロなんですけど、気品があるぞ。そうですね、ティーバック推しです。お尻推しです。ティーバック推しですね、はい、氷を舐めて手錠をかけられてるところですいやそれだけ聞くとあれなんですけど、すごい綺麗に撮っていただいてます。あとは何ですかね、外の撮影があったんですけど、裸にエプロンのやつで ここだけの見えないように、横乳をポイントとして撮らせていただきました。一番見てほしいのはこのパッケージもにもなってる白いこのスパイダーみたいな衣装なんですけど、まあ、これが氷のなんですけど、そうです、これが一番やっぱり一番最後のシーンだったんですよ。一番オールアップする前だったので、もうすごいみんなでスタッフ一同ガッと力を入れた部分ですね。人妻がだんだん服を脱いでいくっていうシーンもあるんですね。中が赤い服を着て黒のティーバッグのところはだんだん脱いでいくので、そこもポイントとして見てほしいです、ね、人妻が DVD 出したのと違いますね人妻風で撮りました。撮りました、はい、あと全身タイツです。一番見てほしいのは全身タイツを破るシーンがあるんですよ。そこ一発撮りだったので、そこを見てほしい。これタイツの人どうなってるんでしょう。ちょっと大変なことになってます、これは押さえつつですね。秘密の花、秘密の花、花がお尻にあるんですよ。ありましたね、はい、あまり水着のポイントあたりはありますか。この水着のポイントは昨日渋谷で買いました。やっぱりなんか黒より白かなと思いました、なんとなく、うん、パッケージも白なので、お尻、胸があまりないので、お尻を、お尻が推しですね。ちなみにそのプロポーションを保つ秘訣ってあるんですか。お酒ですお酒飲むと私思ったんですけど、霜降りっぽくなる気がしますね。ないですか。大塚真由美です。微熱のお素肌という DVD 出させていただきました。とか皆さんぜひ見てください。